ヒュンダイアクセントダッチブリザヒュンダイ t v ダッチブリザブリザはベネズエラにおいてダッチブランドで販売された自動車である2002年から2009年にかけてベネズエラの自動車メーカー MMC アウトモトリスによって生産されたダイムラークライスラーと韓国ヒュンダイとの戦略的提携のもと2世代にわたるヒュンダイ医者のリバジ版ベース車は初代モデルが アクセント2代目モデルガゲッツである。第1世代は2002年、ベネズエラ市場で、ヒュンダイアクセント X3 のバッジエンジニアリング版として導入された。サルーンとクーペのボディスタイルが販売された。販売不振のため、クーペの生産は2004年に中止された。サルーンは3ドアモデルと5ドアモデルとして、モデルラインナップに含まれていた。 排気量 1341cc、12バルブ、最大出力 82hp の4、気筒ガソリンエンジンを搭載。車両重量は942から 1410kg。第2世代は、第1世代モデルの販売が低迷した後、2006年に導入された。この世代は、ゲッツがベースであった。モダンなデザインで、主に若い客にアピール。 排気量1.3リットル、最大出力 81.5HP の4、人ガソリンエンジンを搭載。車両重量は9 9 2キログラム。モデル廃止当時は後継者が存在しなかったが、ダッチフォルザが2013年から販売されたことをもってブリザの後継としている。ありがとうございます。